今年は梅雨が長かっただけでなく、感染症対策による外出自粛でいつもより体が暑さに慣れておりません。熱中症には十分な警戒が必要です。ここからは熱中症にも一役、8月のおすすめコーデをご紹介していきます。まずは8月の各地の気温を見ていきましょう。8月の気温は全国的に25度から30度になっていることが分かります。東京では最高気温の平均が 30.8 度、最低気温の平均が23度となっています。この時期は1年の中で最も平均気温が高く、近年では40度近くまで気温が上昇する場合もあります。今季はマスクの影響で夏がこもりやすいため、いつも以上に暑さ対策をすることが大切です。ここからはこの時期を快適に過ごすための服装選びのポイントをご紹介していきます。まずはこちら、吸水性、速乾性がポイントです。汗を吸ってくれる吸水性と、吸った汗を素早く乾かしてくれる速乾性が優れた素材がおすすめです。具体的には綿、麻、ポリエステルです。化学繊維であるポリエステルが吸水性、速乾性に関しては効果が高いことが分かります。続いてポイントの2つ目、通気性の良い服装を選んでいきましょう。ピタッとした服装は服と体の間を風が通らないので熱がこもりやすくなります。ゆったりとした服を着るのがおすすめです。裸より洋服を着ている方が涼しく感じるのは体と服の間を風が通るからなんだそうですよ。続いて3つ目のポイント見ていきましょう。続いては熱を吸収しにくい白や淡い色が良いです。色は断然白や淡色のお洋服がおすすめです。黒など濃い色は熱を吸収し、熱がどんどんこもってしまいます。続いてのポイントを見ていきましょう。肌着を着ることです。重ね着をすることで暑くなると思われがちですが、汗の蒸発を助けてくれたりするため、できるだけ肌着を着ることがおすすめです。今年は遅い梅雨明けから一気に猛暑というパターンとなり、急な暑さの到来で熱中症のリスクが高まっています。冷房や飲み物による熱中症対策だけでなく、服装でもしっかりと暑さ対策をしてお過ごしください。